池外翔太郎池外翔太郎は日本の実業家、技術者、工学者。属籍は千葉県平民。西村鉄工所、田中製作所での勤務を経て池外工場を創業し、合資会社池外鉄工所社長、東京高等工業学校教授、株式会社池外鉄工所社長などを歴任した。東京府東京市本郷靴間小市町を生まれ、あるいは、 千葉県巨南町下佐久間生まれとも、池貝重右衛門の長男。池貝家は、元、安房勝山藩主坂井家の家臣である。廃藩後の生活難から1882年に、横浜の西村鉄工所の土手となる。1886年、田中製作所の旋盤工となる。ここで旋盤の修理をするうちに構造を理解した。1889年に、 弟ら4人で東京芝区、金杉川口町に池外工場を創業し独立。同年に国産第1号の英国式9フィート1000番を2台製作した。その後、1895年にスチームエンジンを製作。1896年国産第1号の石油エンジンを製作。1897年石炭ガスを燃料とする。 ガスエンジンを製作するなど動力機関の研究開発を進めた。1905年には独自の技術を用いて池外式標準旋板を開発。1906年池外工場を合資会社化し池外鉄工所に改祖した。同年には東京高等工業学校の教授に就任。1907年には鉄道車両の製造に進出。1913年 池外鉄工所を株式会社化した。1915年には船盤をイギリス、ロシアに輸出するなど海外進出も果たす。1920年には国産第1号のエアインジェクションディーゼルエンジンを開発。1926年に国産第1号のムキブキ油ディーゼルエンジンを開発。池外鉄工所船舶用。 ディーゼルエンジンの有力メーカーに発展させた。このほか、国産第1号の印刷輪転機など、数々の工作機械、産業機械、エンジンを開発し、多くの特許を取得。日本近代産業史において、生産技術の面からの功績は特筆すべきものがある。1928年に、緑地方賞を受賞。1934年、脳一血と肺炎のため死去。 経新の志やつく、根高教祖根高大臣をその体内に奉仕し、毎年祭典を執行する。実定の池外騎士郎は池外鉄工所の副社長を務めた。この池外勝男が二代目の池外翔太郎を襲名している。ありがとうございます。